Oi gente, como vai? Tudo bem? Então vamos começar a nossa primeira aula do Q4, do português 4. Hoje vamos estudar a 12 segunda lição do livro sobre Breve História do Brasil. Então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer a correção da prova do Q3. E depois vamos ver sobre o texto do, da Breve História do Brasil. E dentro desse texto, nós é, vamos ver sobre a forma passiva. Certo? Então, vamos lá. O prato do dia. Primeiro, é a correção da prova do Q3. E o número dois seria a Breve História. Do いや、parte seria a forma iva, 受け身の表現。ということで、今日の定食のメニュー3つあります。最初の1番目は、えー、K3、えー、Quarter 3のですね、テストの見直しをちょっとやっていきたいと思います。で、2番目が、ブラジルの簡単な歴史。 そして3番目がですね、受け身の表現。もうこの受け身の表現がですね、2番目の、えー、ブラジルの、あのー、簡単な歴史の中に出てきますのでね、それを見ながらやっていきたいと思います。で、えー、教科書の方はですね、第12課になります。いいですね。えー、では、まず、えー、テストの見直しの方からね、見ていきましょう。 えー、こんな文章があります。A population of Brazil is 211,49,527 habitants. いいですかこの大きな数字の言い方。これをちょっと習いましたよね。はい。第11課で。で、それをあのアルファベットで書きましょうという問題でしたね。で、このようにですね、 あの、まあ、ブラジルやポルトガルの場合はですね、えー、大きな数字を表すときに、このピリオドでですね、こう区切るんですね。2桁ずつこうやって。で、日本の場合だったら、これは、あの、カンマになるんですけどね、点じゃなくてね、ピリオドじゃなくて。はい。でも、あの、ブラジルとかポルトガルは逆になってます。小数点の方が、このピリオドを使ってですね、 で、大きな数字の3桁ずつのこの区切りは、あの、ピリオドを使うんですね。ブラジルの場合ね。ということで、これは、あの、まあ、日本式で言えばですね、あの、ブラジルの人口は2億1104万9527人ということになります。えー、去年のデータですね、2019年のデータになります。ということで、 えー、このように2桁ずつなので、この2桁のここのところにミリオンインスが入って、049の後のここにミオンが入るんですね。あとは211、ここは49、527というふうに言う値というのは、ドゼントスイオンセと言いますで。ここにですね、ミリオンインスをつければいいということですね。 で、ここは49なので、quarenta i no そして、ここの単位がミオですよね。ですので、ミオを入れます。そして、527。q u i n t o s i v i n t s アビタンツ。ということになります。いいですね。はい。人口の言い方ですね。これはね。 Então eu A população do Brasil é de 211 milhões 49 mil 527 habitantes. A população do Brasil é de 211 milhões 49 mil 527 habitantes. Eu vou tirar isso cá. Ai, já agora é desse né Brasilô no. あのちょっとだけ触りの部分ですね。お Brasil foi descoberto por Pedro Álvarez Cabral。ここまで一緒にどうぞ。お Brasil foi descoberto por Pedro Álvarez Cabral。ブラジルは Pedro Álvarez Cabral によって発見されました。これがあの受け身の表現になります。発見したじゃなくて発見されました。 続きです。En、22年キ1500ス。はい、ここはですね、皆さんも一緒にどうぞ。En、22年の 1500. 1500年、4月22日に、ということですね。なエポカ das grandes navegações。どうぞ。なエポカ das grandes navegações Grand。グランデスは大きい。ナベガソイス公開エ航海エポカ。時代。 ということで、大航海時代に、1500年4月22日に、ペドロ・アーバレス・カブラオによって発見されました。ブラジルは、これが主語ですね。オープラジル。はい。これが、あの、この第12課の冒頭に来るあの文章になってます。はい、ここに、あの、受け身の表現。フォイ・デスコベルト・ポル が出てきましたよね。はい、これです。で、3番目がフォーマーパシブ、バー、ウキの表現、どういう風にやるかっていうと、お Brasil foi デスコベットポッペドロアーヴァレス・カブラウ。はい、これがですね、このペドロアーヴァレス・カブラオによって発見されました。で、この発見されましたというこのあの、えー、表現なんですけどね、えー、まず、この verbo ベルボ・セル 微動詞がありますよね、ベルボセール。あらゆるあの時制で使ってもよろしいです。それプラス、この過去分詞と言われているんですね、あのパルシピオパサードなんですけど、これを組み合わせます。ということで、フォーマパシーファ、受け身イコール、イゴアベルボセール、プラス、マイス、パルシピオパサード、過去分詞これで何々されたというね、 規則同士の場合のこの加工文書の作り方ですけども R 同士はアードエ d l 同士は i d、はい、そして EL 同士も IDO ということなのでア d i d i d i d o と覚えれば大丈夫ですでここにある「A」はですね主語が女性だった場合女性名詞だった場合は「A」になります いいですかそういうことで、あだ、いだ、いだというふうに変わります。で、不規則動詞の場合の過去分詞というのはですね、またちょっと違う感じなんですね。えー、まあ、皆さんも慣れていらっしゃいますよね。ですので、それはまた、えー、次回やっていきたいと思います。はい。では、テスト問題の見直しもちょっと詳しくね、やっていきたいと思います。それではですね、 今度は、この、えー、世界人口ですね。先ほどは、ブラジルの人口はどのくらいかっていうことでやったんですけども、世界人口、アポプラスアンムンジアオで練習していきたいと思います。えー、世界の人口は77億、えー、77億9500万人になってます。まあ、あの、試写購入してありますけどね。 でこれの言い方はですね、ここの単位が μ、ここがミリアンミリリン、ンスというふうにね、複数形で言いますけど。で、こっちがビリアンで複数形で言うので、ビリオン,インスになります。で、それぞれに、この、あの、2桁ずつ喋れば大丈夫です。この場合は2桁のところが1桁になっているので、これただの7と言えばいいので、設置。 セチここの,あの単位がビリオンイスですね。セチビリオンイス。で、795はセチセントス九95。ノヴェンテイシンコ。で、ここの単位がミリオンイスになりますよね。複数形、ミリアオンのミリオンイス。はい、複数形で、あとはロゼロなので、ここで終わってますのでね。そういう場合はここで ジアビタンチスというふうに字を入れてくださいね。最後のところまで数字が埋まっている場合はですね、字入れなくて OK です。ミリオンイスアビタンチスだとちょっと足りないんですですね。ミリオンイスとかミリオンイスで終わっている場合。そういう場合は字を入れてください。よろしいでしょうかで皆さんもね、時々こういう感じでですね、あの、えー、いろいろな数字をですね、 あのポルトガル語にしてみてください,い,いですね。で、えー、もう一つ皆さんがテスト問題でですね、ちょっとつまずいていた部分があります。例えば、como se diz portão in inglés。in inglés は英語で portão。これポルトガル語ですよね。portão は como se diz。なと言いますか。答え方はこれを使います。se diz。 と言いますという意味ですよね。c g i s gate。英語でポ o タ t のことをゲート e って言いますよね。まあ、日本語にすれば門のことですよねで。もう一つの質問は、この Sigis porta in English でしたね。でしたね。p o r っていうのは、ポルトガル語でドアの意味ですよね。ですので、英語でポ o タは Sigis porta。 あごめんなセジースドアというふうにドアって言えばいいんですよね。セジースドア。よろしいですかここのセジースというのがね思い浮かばなくてヒントには第7課を見るって書いてあったんですけどね。えっ、ー、と練習問題のいくつかでかなり具体的に書いておいたんだけどそれを見なかったんですねきっと皆さん。なんかここすごい苦労していろいろな違うような言い方してましたよ。 このもせじスと聞かれたら、せじスで答えてくださいね。はい。で、もう一つね、あの、これです。おきボスアプリンジーアコンデラクリアンサ。これ、両方ともね、あの、不完全過去になってますよ。子供の頃について聞いてるので、あの、完全過去じゃないんですよね。ということで、あなたが子供の頃、子供だった頃、あなたは何を習っていましたか アプレンデールという動詞なので、いいですかアプレンデール、アプリンジーアこれ、ありましたよね。エール動詞、イアイアス、イアイアモズイスイヤ。はい、ということであの、まあ、答えはいらなかったんですけどね、あなたは子供の頃何を習っていましたかたくさんの方が、ね、学んでいましたかっていうふうに言ったんですけどもね、この場合は、まあ、習うという。 意味で使った方がいいかなって思います。いいですかはい。なんかちょっと顔が暗くなってきたかな大丈夫ですかねはい。お日様が出てきたので、構成の具合が変わってきました。えー、っと、それで答え方なんですけれども、えをアプリンジやアバコ、カリグラフィア、ナタソン、カラテ、イピアノ。 1,2,3,4,5. まあ週5日間全部習,習い事だったのかなあバコというのはこれはそろばん。カリグラフィア、書道、ナタソン、水泳、空手、そしてピアノ。じゃあ繰り返してみましょうかね。絵アプリンジア、あバコカリグラフィア、ナタソン、空手、いピアノ。いいですか ということで、どうぞ。えをアプリンジーやアバコ、カリグラフィア、ナタサウン、カラティ、ピアン。もし二つだけだったらね、例えば、あの僕はソロ版と書道を習ってましただったら、えをアプリンジーやアバコ、え、カリグラフィアとなります。二つだけだったら、絵を使って、ヴィルグラはいらないです。二つ以上だったら、 ルグラ使って最後のところは必ず絵で終わらせてくださいね。はい。でもう一つね、あの詩の役がありましたよね。セシリア・メレイレスの詩。えー、こういう詩でしたよ。時期さん、フェイト・ソス・チーアス。はい。日々は何で、何でできているのでしょうか の小さな望み、小さな希望。ファガローザスサウダーディス、ゆっくりとした懐かしさ。シレンシオザスレムランサス、静かな記憶でできているのでしょう。というふうに訳してくれたのはモトくんです。はい。皆さん、素晴らしい詩人ぶりでしたけれどもね。 はい。元木くんのが、これ、とても美しかったので、えー、使わせていただきました。ありがとうございます。で、あの、まだその他にいろいろなね、あの、テスト問題あったんですけれども、えー、大体皆さん、まあまあできていたので、皆さんが一番つまずいている部分だけをね、ちょっとここに拾って、紹介させていただきました。あとね、リサウジカーザというのを、 あの、課題という訳してらっしゃった方もいますけれども、リサウンジカーザっていうのはね、宿題ですよね。宿題っていう意味ですよね。はい。これも皆さん、しっかりと答えていましたね。では、テスト問題はこれくらいにしてですね、はい、ブラジルの歴史に移っていきたいと思います。で、えー、教科書の方を見ていきましょう。 えっと、こちらの方ですね。はい。Brevi Historia do Brasil。これはデスマセグンダリスト第12回になってますね。教科書の方。で、Brevi というのは簡単なという意味ですね。Historia スト・ s history ですね。Do b r a i l の簡単な歴史ということになります。 じゃ少しずつ、ね、訳しながら行きましょう。お Brasil foi コベットボールペドロアーヴレスカブラウン22アブリューディー1500、エンデスはい。これはね、先ほどもうパワポであの紹介した通りですね。ブラジルは、えー、ペドロアウバレスカブラウによって、 大航海時代の1500年4月22日に、えー、ペドロ・アバリス・カブラウによって発見されました。オブラジルフォイデスコベルト。これですね。ブラジルは発見されました。これがあの受け身の表現。で、えーまあ、このペドロ・アバリス・カブラウというのはポルトガル人ですよね。で、chegaram primeiro バイヤー。 最初に、プレメイロっていうのは一番という意味ですけどね、最初にバーイヤに上陸しました。シェガロン着きましたという意味ですよね。アリーデゼンバルカーカロンイアシャロンインジュース、キモラウォーナイメンサフロレスタですね。でアリーというのはバーイヤを示していますね。そこでデゼンバルカーカロン、下船をして、で、そこで えー、広大な森林に住んでいるインジュース、先住民に遭遇しました。という意味ですね。はい。で、次行きましょう。おのみブラジル、オリジナルシドノームディセルタマデーラィラヴェルメイラ、うん。ブラジルという名前は、ある赤い木に由来します。 ブラジルっていう名前でこの赤い木はどういう木であったかっていうとコールジ・ブラザ炎の色をしていてオッパオ・ブラジル炎のようなというのはねブラジルというあの単語でしますですねでパオというのは木材木という意味ですだから炎のような木という意味ですよね で、その炎の木と呼ばれている木が、ポルトガル人によってですね。そこで、たくさん大量の量で発見されたのです。ということですね。彼ら、ですね。彼らは、タンと。 あまりにもコルタール切りすぎてしまったために、え、京人アン今日、そこでもスヴェールのジャージンボタニク。もう植物園でしか見ることができません。ということです。まあ、あの、服のですね、生地の染料として使ったみたいですね。生地を赤く染めるために。ということで、 あの、もうほんと9割型なくなってしまって。で、このパオブラジルというのは、あの、内陸部には生えてないんですよね、あんまりね。で、沿岸部に多くね、生えていたんですね。ですので、まあ、沿岸部はまあ、船でね、どんどんこう、着岸できるので、そういったところでどんどん切っていったということですよね。で、 ポルトガル人たちはブラジルの植民地化を1532年から本格的に始めました。フンダロンの一つのサン・ウィセンチの一つのサン・パウロ。最初ですね、サン・パウロの沿岸部にサン・ウィセンチという最初の集落を作りました。 レストロセロミリ,リチスラブスアフリカララリーーそしてポルトガル人はこの農作業にですね従事させるためにアフリカから何千人もの多分何万人かもしれないですねのあの奴隷たちをアフリカからトロッセロ連れてきました、まあ、先住民を最初はね使おうとしたんですけども あの先住民はすごく独立心が強いですのでね、そんなあの奴隷制度みたいなのも慣れていないということで、あの捕まえても逃げ出してしまう、これをしろっていうふうにあの強制してもしないというね、まあ、そんなことをしたことないですからね、自分たち自,主あの自立してたわけだから、奴隷の,あのそんな労働として、労働力としてね、使えなかったんです。 先住民は。だからはるばるまたアフリカまで行ってですね、連れてきたっていうことです。で、やっぱりあのアフリカの歴史を見てみると、たくさんの王国がありましたよね。あの、まあ、エジプトの時代からそうなんですけどもね。だから、その奴隷貿易みたいなのも、結局、奴隷を黒人たちを商品として扱っていたので、あの扱いやすかったんですよね。商品としてね。 だから人間としてではなくて、家畜以下ですよね。奴隷船に、あの、まあ、積み込めるだけ積み込んでっていう感じです。死んじゃう人はもう死んじゃったでもおしまいっていう感じですよね。ひどいことです。で、その同時代にですね、あの、まあ、ブラジルちょっと先、ま、前に、あの、北アメリカの方ですね、アメリカ合衆国の方にもたくさんのね、 黒人奴隷がアフリカから連れていかれてます。ということで、実は、あの新大陸だったそのアメリカ大陸というのはあのーまあ、15世紀、14世紀、15世紀は戦場民しかいなかったんですよ。皆さん、よくね、キューバとか、えー、プエルトリコとか、ジャマイカ人、みんな黒人だと思ってるみたいですけど、中南米、 えー、北アメリカも全部黒人は最初はアフリカから連れて行かれたんですね。その前は先住民しか住んでなかったです。ということでですね、はい、この黒人の話に戻ります。Os negros africanos contribuíram imensamente para a extração da madeira, cultivo da cana, café, algodão, etc. ということで、この黒人たちはですね、 この農作業に従事したわけですけれども、特にあの、まあ、木材の排出、特にパオブラジオですよね。それから、砂、え、糖、ー、キビクチューブダカーナ、カフェ、コーヒー、アオゴダウン、メンカ。こういったものの栽培にあの大きな貢献をしてきました。で、これらすべてはコンフィナリダージジマンダールパラポルトガオ すべてポルトガル本国に送られるそういう産物だったんですね。はい、続きを行きます。では、ブラジルの,あの、まあ、その後なんですけどね。お permaneceu sob o d o m n i o de Portugal por 322 anos。ブラジルはポルトガルの支配下に322年間。 置かれれままししたたキープされましたという意味ですよね。であの、皆さんもよくご存知のナポレオンですね。フランス革命の後ですよね。あのこういう、えー、民主化運動がすごく激しくなりまして、いろいろなところでですね、そういったあの民主化運動が起こります。特にフランス。まあ、イギリスもそうなんですけどね。 あの時代のヨーロッパは本当にあの民主化の嵐が吹き荒れているという時代でしたよね。でも結局、ナポレオンもですね、最初は民主化運動に熱心だったんですけども、だんだんこう、戦いをあのどんどん成功させていくうちにですね、領土を拡大したりとか、自分が皇帝になりたくなってしまったんですね。だから1854年かな、なんかに確か皇帝になったんですよね。 だからあのベートーベンとかが今まで尊敬していたナポレオンがまたあの元のさヤに戻ってしまうみたいなせっかく民主化をあの自分も応援していたのになんで皇帝になって今度はまた新たに民衆を,で民衆をです、ね、あの痛みつけるんだということで,です、ね、あのせっかくナポレオンに、えー、禁廷しようと思っていたあの楽譜の表紙をね 確か英雄だったと思いますけど、破り捨てたんですよね。そんなことがありました。ナポレオンの時代、ベートーベンの時代でもあったということですよね。で、このナポレオンがですね、あの、まあ、ヨーロッパの、あの、まあ、領土拡大にどんどん動き出すわけなんですけども、今度ナポレオン・もナパーチ、イニシオはコンキスタなヨーロッパ、イエインバザーウェン・ポルトガオ そしてついにポルトガルにも攻め込んできました。アファミリアヘアオポルトゲーザ、ゼイオヘフジアアーセノブラジル。そこでですね、ポルトガルの王家、王族たちはブラジルに避難してきました。でもちろんその前にもですね、あの自分の,あの王族のうちの何人かはもうブラジルに派遣されてたんですね。ドン・ペドロ一世。 なんかもそうですよねでその前だったんですけれども、あのはあのポルトガルの王家がすべてブラジルにねあの、避難してくる前に、えー、ブラジルで育ったこのドン・ペイドロ一世というのは、ブラジルでですね、ブラジル側に立ってですね、えー、ポルトガルからの独立宣言をするんですよね。面白いですよね、この歴史。 ネセ・インテリンの dia 7 de septembre de 1822, ドン・ペドル・プロクラモア・インデペデンシアド・ブラジということで、1822年9月の7日に、ドン・ペドロ1世がですね、ブラジルの独立を宣言しました。インデペンデンシアをモーチというふうに叫んだみたいですね。というふうに歴史の教科書には書いてあります。独立かしかという意味ですね。 モーチは死ですよね。Independência ou morte。有名なフレーズです。い、ですよ、お Brasil se tornou uma pátria independente de Portugal。そして、その頃から、ブラジルは、その時から、ブラジルは、ポルトガルから独立した国家となったのです。トルと、なったのです。 1888 18年に、えー、イザベル王女,王女様がですね、えー、奴隷制をアボリュー、廃止しました。とてもあの力のある王女様だったんですよね。発言力のある、賢い王女様 そして1889年には、えー、ブラジルの共和制宣言が行われました。ということで、ここであのブチッと切れてしまってますけどね、えー、その後、ずっと歴史が続いてきてで、今日のブラジルがあるということです。 その後、軍政に移行したりとかですね、また共和制に戻ったり。はい。今は共和制ですよね。大統領がいます。はい。という感じで、いかがでしたかはい。これがブラジルの歴史になっております。はい。ではですね、この、あの、語彙の方を見ていきましょうね。 ここにあの、まあ、ついているので、これをもとにですね、私が今訳しちゃいましたけれども、簡単にね、皆さんもトライしてみてくださいね。練習問題の12.2の時に使えますよ、これ。デスコベルトデスコブリール、発見する。エポカダスグランデスナフェガソン、大航海時代。プリメイロ、最初に。これ全部あの出てくる、ね、順番でね、書いてありますよ。 A B C 順じゃないですよ。リメイロ最初にデゼンバルカーランデゼンバルカール下線するで下線した、えー、アシャーラン、アシャロン見つけた immense f l o r e s 広大な森オリ,ノーシオリジナルセオリジナルセ元となった元となるマデイラ r m メ l オン赤い木材 cor de brasa ほ炎の色 grande quantidade 大量に。Cort cortaron, c o ル切った切るという動詞ですね。シャチンボタニコ植物園。コロニザサン、植民地化。ダんだフンダだろ、気づいた、気づく。ポヴァン、集落。e s c r ーラ o 奴隷。l a v ラ農地。 contribuiron, contribuir, 寄与した寄与する貢献した貢献する。i m e n s a m e n e に。エストラサンダ・マデイラ、あ、ちょっとこれ、アが抜けてます。木材伐採。口舟時間、砂糖キビ栽培。アウゴダウン、メンカ課。フィナリダージ、目的。マンダール、送る。ペルマネセウ、 ペルマネセル何々の支配下にあった、ある、という意味ですね。ソービオドミニオ、同じ意味です。イニシオ、イニシアラコンキスタ、支配を始めた、始める。あのこれはね、ペルマネ a n e s c ドミニオということでですね。はい。で、これ、すべてが何々の支配下にあった、というね、全体的にそういう意味ない インシオ、イニシアルアコンキスタ支配を始めた。始める。イン、v ァ s ン、占領。攻め込むって言うんですね。ファミリーヘアオポルトゲーザポルトガル王族。v イオ、u r e f ィルという動詞ですね。逃亡してきた。逃亡する。避難し,あのし,て,してきたというんですよね。年にそ,その間。プロクラモ、 プロクラマー、宣言した、宣言する。インデペンデンシア、独立。デジエンタ、その時から。トルノ、トルナルという動詞ですね。何々となった、何々となる。パトリアインデペンデン,デンチ、独立国家。アボリウ、アボリル、廃止した、廃止する。エスクラバトゥラ、奴隷制。レパブリカフェデラチバ。 連邦共和国という意味になります。よろしいでしょうかはい。ではですね、えー、今度は練習問題12.1をやっていきましょう。はい。えー、全部テキストの中に、ね、答えがありますよ。「r e s p o n d a a s perguntas」。「w u a n do b r a s i l foi d e s c o v e r t o ブラジルはいつ発見されましたか?」。いいですか O Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, né? A tudo de conta segundo, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Pedro Álvares de Cabral. Tu, também, né? Terceiro, onde os portugueses chegaram primeiro? ポルトガル人は、たちは最初にどこに上陸しましたか Os p o r t u g u e s e chegaron primeiro a Bahia. Bahia にね、上陸したんですよね。q u i é n habitavan lá? そこには誰が住んでいましたか Os indios habitavan ら。こうやってね、答えるときはね、必ずこのあの、 動詞を使ってくださいね。質問に使われた動詞を使うと間違いないですよ。はい、じゃあ次いきます。えー、キントン。時期オリジナルという名前は何から由来していますかなぜこういう名前になったのでしょうかお名前をおりにおし、じゅませたまでら、vermelha、えコルジブラザー。 O pau Brasil. Tudo então, isso, né? Sexto, quando os portugueses começaram a colonização do Brasil? Os portugueses começaram a colonização do Brasil em 1532. 1532 anos de idade, né? O texto é no topo do Sim. Sétimo, qual foi a primeira povoação do Brasil? O Brasil, no no wa, A primeira povo, povoação do Brasil é, foi São Vicente, no litoral de São Paulo. Isso, né? Oitavo, de onde eles trouxeram os escravos? de Eles trouxeram os escravos. Da África. para Em que os negros trabalharam? E quando os negros trabalharam? E como os negros trabalharam? Eles trabalharam na lavoura, principalmente na extração da madeira, cultivo de cana, de café e de algodão, etc do Décimo. Por que a família real portuguesa veio refugiar-se no Brasil? Naze Portugal no ósos que tachwa Brasil não A família real portuguesa veio refugiar-se no Brasil porque o Napoleão Bonaparte eh, invadiu a, o país de Portugal. そういうことですね。Portugal の国を、えー、に攻めてきたからです。というんですね。Quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil? Dom Pedro,、e、しし Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de mil. 1822. de 1822, né? é, Décimo segundo. Quando aconteceu a abolição da escravatura? Do rei serra A abolição da escravatura aconteceu em 1888. Desse, né? あの北アメリカの方がずっと早かったですよねあの南北戦争の頃だからまだ18世紀の頃でしたデスモテルセイロコンフォイプロクラマーダーレプブリカブラジルの共和制宣言はいつでしたかアーメプブリカフォイプロクラマーダエンミウオイトセントオイテンティ、ノビドレーセイハイの次の年ですよねはい。 よろしかったですかで、えー、練習問題の12.2、トラドゥーザ・オテスト・ブレイブ・ストーリア・ド・ブラジルというのがあります。これ、先ほどもね、あのちょっと訳しましたけども、こんな感じで始めてくださいね。ブラジルは大航海時代の1500年4月22日に、ペドロ・アウバレス・カブラウによって発見されました。最初にバイアンに到着し、下船し、 広大な森の中に住んでいるたくさんの先住民と遭遇しました。で、この点々点の部分は皆さんが訳してくださいね。そして最後の文章がこれです。そして1889年にブラジルの共和制宣言がなされました。これはドーナツ型になっているので、ドーナツの芯の部分は皆さんが訳してください。よろしくお願いします。いいですね。では、 またパワーポイントの方に戻りましてはい先ほどやった練習問題をですねあの答えを答え合わせをしていきたいと思いますいいですかはい exercício 12.1 quando Brasil foi d e s c b e r t o ですかお Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500 ナエポカス・グランス・ベガス・ということで、ブラジルが発見されたのは1500年4月22日、えー。ちょうど大航海時代の時です。この頃、日本では何が起きていたか。日本は戦国時代です。えー、北条宋雲がすごく有名です。この時期。で、世界では、バァスコダ・ガーマによるインド航路の開拓。これが、あの、まあ、 非常に盛んな時代ですよね。じゃあセグンド、ケンですコブリーブラジル、ブラジルを発見したのは誰ですか。いつですか。誰ですか。ペドロアバレスカブラをデスコブリオ・ブラジル。またはフォイペドロアバレスカブラオでもいいですよ。テルセロ、オンジョスポルトゲイズシガロンプリメロ。最初にどこに到着しましたか。 オスポルトゲイズシガロン・プリメイロ・ア・バイヤですか ?4、キン・アビタワン・ラ・ソコニワ・ダが住んでいましたかラ・アビタワン・オス・インジュース、先住民が住んでいました、ね。勝手にインド人というふうに呼ばれてますけどね、インド航路を見つけようと必死になってたのでね、なんか陸があるとすぐにそこはインド,インドだと思って、そこに住んでいる人たちを。 インディオというふうに呼んでたんですよね。インジュースというふうにね。今はもうブラジルでも先住民のことインジュースというふうに言いますけどね。アメリカのあの合衆国の方もアメリカンインディアンとかって言いますけどね。あの人たちもインド人じゃないですよね。でもインディアンと呼ばれてます。やっぱりそういうインドコ路を見つけようと思ってたので、はい。コロンブスがですね、多分インディアンというふうに呼んだんですよね。 5. De que originou-se o nome Brasil? O nome Brasil originou-se do nome de certa maneira vermelha, cor-de-rosa ou pau-brasil, cor-de-brasa o pau-brasil, cor que os portugueses acharam ali em grande quantidade. Pau-brasil, ou né? rono no yonaki, you na vem desse nome. Brasil you, no, no yonaki, you na né? そこから来てます。で、セスト、quando os portugueses começaram a colonização do Brasil? Brasil の植民地化はいつから始まりましたか Os portugueses começaram a colonização do Brasil em1532 年に植民地化を始めます。 で、この頃、世界と日本は何が起きていたかっていうと、1543年、ポルトガル人を乗せ,せた中国船が暴風雨に遭い、種ヶ島に漂着したということですで。で、この時からですね、鉄砲伝来が始まります。で、ヨーロッパではカルヴァンの宗教改革が行われていました。で、ポルトガルなんかではですね、種ヶ島に漂流して漂着したっていうことは絶対言わないですよ。 えー、ポルトガル人が日本を発見したとかね、日本を征服したとかね、そんなこと言ってます。はい。セッチも、ブラアプリまずラポのアサウンドブラジルブラジルのまず最初のです、ね、集落はどこでしたかアプブラポフォーサンドブラジのフォはサン・ウィセンチのリトラウジサウ・サンパサン・パウロの沿岸地帯のサン・フィセンチですということですね。 8番目です。で onde eles trou スクラすス彼らは、ポルトガル人たちは、奴隷をどこから連れてきましたか e レストロセロンせるんすウスダアフリカから t r a b a l h 農作業に従事させるために、ポルトガル人は、アフリカから、奴隷たちを連れてきました。えんきゅうすか Os negros africanos trabalharam para a extração da madeira, cultivo de cana, algodão e café, etc. Cultivo de cana, café, algodão, etc. etc. Tem o nome. Nado, nada, Décimo. Por que a família real portuguesa veio refugiar-se no Brasil? na Portugal não conseguiu Brasil? Ninhi, a família real portuguesa veio refugiar-se no Brasil porque Napoleão Bonaparte iniciou a conquista na Europa e a invasão em Portugal. Então, é isso, né? Napoleão começou a na Europa e ポルトガルに攻め込んできたからです。この頃日本はどういうことが起きていたかな日本では。店舗の改革です。1841年から1851年の10年間ね。で、水の忠国が失脚します。1843年から1848年ですね。で、ヨーロッパでは革命の嵐。マルクスとエンゲルスの共産党宣言。 はい、そういうような時代でした。で11番目を見てみましょう。Quando ドン・ペドロプリメアロプロクラモア independência do Brasil、ドン・ペドロ一世セイが、eh, ブラジルの独立宣言をしたのはいつですかドン・ペドロプリメアロプロクラムの independência do Brasil の dia 7 de setembro de 1822 18。1822年9月7日にドン・ペドロ 一世がブラジルの独立を宣言しましまた日本ではちょうどその頃ですね、えー、店舗機ですよね、えー、水戸藩とか長州藩などの反省改革が行われていたさなかです、えー。デスモセグウンド、こういう風にね、歴史を、ね、こう結びつけるのはね、とっても大事なことだし、あの面白いです。歴史が嫌いな人も、そういう、ああ、その時代はそうだったんだなとかね、 えー、感じると痛く、あの、興味深く感じれますのでね、歴史が大嫌いっていう人は、多分、あの、日、日付ばっかり覚えてたんじゃないかな。だから結びつけるとすごく面白いですよ。その頃、えー、どういう音楽家が活躍して,たしてたのかなとかね、物理とか科学とかでどういう発明があったのかなとか、どんな画家が、えー、 活躍していたかなとかね。はい、すごく面白いですよ。12、「u a n d o aconteceu a abolição da escravatura?」奴隷制廃止が決まったのはいつですか A abolição da escravatura aconteceu em1888 pela princesa Isabel Isabel 1888年にです、ね、に奴隷制が廃止になりました。 この時代、世界を見てみると、1885年は第3次ビルマ戦争が行われていまして、ビルマってね、ミャンマーのことですよ。で、イギリスがビルマを植民地化します。えー、それから1887年、フランス領インドシナ連邦の成立。ということでですね、この時代、えー、あのヨーロッパのイギリスとかね、ベルギーとかフランスとかね、あの、まあ、東南アジア。 征服してあのインドシナそれから、えーそうですね、インドシナというのは、まあ、東南アジアのことですよね。それからインドとかアフリカのマカオとかね、いろいろなところにあのそういった、えー、起点を設けましてですね、征服を図るわけです。日本もすごい狙われていたんですけども、あの日本はですね、ちょうどその,あのヨーロッパで、 イギリスとかフランスが他の戦いにです、ね、明け暮れてたので、ちょっと手薄になってた時なんですよ。だから日本は運よくですねあの、そのような東南アジアの諸国の苦しみとか、あのまあ、中国が味わったそういうようなあのアヘン戦争とかね、ああいったことから逃れられたんですよね。危ない、危ない、ギリギリでしたよ、でも。 では、13番目、最後の質問。Quando foi プロクラマダ・ b プ i c カブラジルの共和制はいつ宣言されましたか ?1889、フォイプロクラマダ・ so no、c プ do カド・ブラ i l ということで、えー <coughs>、奴隷制が廃止になった次の翌年ですね、共和制になります。この時代、日本は伊藤博文による大日本帝国憲法発布。 それからヨーロッパではパリ万博が行われていて、エッフェル塔の建設が始まってました。そんな感じですね。はい。ということで、練習問題、これで終了です。えー、皆さんももう,もう一度ですね、復習してみてくださいね。はい。で、こちらがあのブラジルのですね、えー、ブレイヴィストーリア・ド・ブラジル、これの役になってます。 最初の部分はねあのもう訳してあるのでその途中からなんですけどブラジルという名はポルトガル人がそこで最初に見つけた大量の炎の色をしたパオ・ブラジルというある赤い木から由来しています彼らがあまりにも切りすぎてしまったため今日では植物園でしか見ることができませんポルトガル人がブラジルの植民地化に着手したのは1532年のことでした 最初に設立した集落はサンパウロの沿岸部のサンリセンテでした。彼らは農業に従事させるために何千人もの何万人もの奴隷をアフリカから連れてきました。アフリカの黒人たちはポルトガルに送るための木材伐採、砂糖キビやコーヒー、綿花などの栽培に多大なる貢献をしました。で あの皆さんがよくご存知のですね、ブラジルの音楽なんかは、あのこのアフリカから来た奴隷たち、彼らが作ったリズムをもとにして作られてますよね、サンバとかね。で、えー、まあ、アメリカ合衆国の方ではですね、黒人たちがあのジャズのもととなるですね、リズムとかですね、あのメロディー、そういったものをですね、 あのまあたくさん、えー、作曲したり、えー、残していったのでもうやっぱり音楽的なリズム的なねそっちの貢献もすごく大きいですよね黒人たちのねであのブラジルのあの音楽というのはもう今はあの MPBA というふうに呼ばれてますけれどもねあの本当にあの黒人の影響が大きいですそれからカポエーラというね あの多分久保原先生もすごく詳しいと思いますけどカポエラというねあの踊りがありますよねあれは黒人たちがですねあのま何も武器を持たされないのであのいざとなった時に戦えるようにいつも練習してたんですよね武器なしでであの、うん、鋭いあのまあ足のさばきであったりとか手のさばきとかねであのまあ えー、白人たちがこう見張りに来て見回りに来た時に戦ってるんじゃないよ踊りの練習だよっていうふうに、えー、ごまかすためにあのそういう踊りの要素も入れたそういう、えー、戦いのですねあのちょっとした、えー、カムフラージュした、えー、黒人の文化の一つでもありますよね。はいえー、ではですね フォーマパシーヴァ。この、えー、っと続,続きなんですけどね。あと、ブラジルはですね、322年間の間、ポルトガルの支配下に置かれたわけですよね。1500年に発,発見されてからね。1822年に独立宣言してからですね。するまで。でナポレオンがヨーロッパ制覇を始めて、ポルトガルに攻め込んだ頃、ポルトガル王家がブラジルに避難してきました。 で、その間に、えー、というかそのちょっと前なんですけど、1822年の9月7日に、ドンペドロ1世がブラジルの独立を宣言して、その時からポルトガルから独立した国家となったんですね。で、1888年、イザベル王女がですね、奴隷制を廃止します。で、1889年には、ブラジルの共和制宣言が行われます。で,すね、で、日本ではその頃、 鎖国が終わりまして、日米修好通商条約が結ばれます。で、その上位運動が激化して、戊、え、辰、ー、戦争、倒幕、明治維新の近代化、こういったものが進んでいたんですね。で、ヨーロッパでは、不服戦争、ロシアのクリ,クリミア戦争、イギリスのインド支配、マルクスの資本主義、で、アメリカでは、まあ、それよりちょっと前なんですけど、南北戦争などが行われまして、 その後のいろいろな混乱もあったということですよね。はい。ではですねあの、次のテーマを見てみましょう。先ほどね、あの受け身の表現で、あのえー、規則同士の場合は、あのアール同士がアードまたはアーダで、エール同士がイードまたはイーダだったというふうに言いましたよね。 で、あの、この受け身の表現はですね、あの、まあ、えー、不規則動詞の場合は、だいぶね、過去分詞の形違うんですけれども、使い方は一緒なんですね。ェルボセールの現在形とか過去形とか未来形を使って、プラス過去分詞の組み合わせで、この受け身の表現はできます。で、不規則動詞の過去分詞というのをね、ちょっと見てみましょうね。ダール、ダード、ファゼール、フェイト、ジゼール、

Posto. Vir, vindo. ¿En una animación. Descubrir, descubrido, de una idea. Descoberto. O Brasil fue descoberto por Pedro Álvarez Cabral. Tuyo y de... ¿tú que está, Haber, habido. Ir, ido. Ler, lido. Trazer, trazido. いですね、はい、でこれを使った練習問題が練習問題の12.3なんですけどねパーシーパラポルトギーサスギンテッセンテンサスということで日本語の文章がありますそれをポルトガル語にしてくださいっていう練習問題なんですけど私がじゃあ逆やりますね日本語の文章を言いますね私はパーティーに招待された これ、ポルトガル語で言うと、Eu fui convidado para a festa。はい、ふいというね、動詞。Verbo ser の過去形プラス、この過去分詞もしこれがね、英語があの女子だったら、Convidada になりますよ。2nd、彼のアパートは去年レンタルされた。お、アパートメントでいい レンタルこれですよレンタルされた。あールという動詞がレンタルする。レンタルされた。過去,過去形ですね、verboser のね。ということになります。t e r c e o ここは立ち入り禁止です。ここは verboser の現在形。Prohibido entrar。 これは、あの、プロイビールという動詞ね。禁止するという動詞の過去分詞。プロイビード。これを使います。4と。この服はヨーロッパで購入された。購入されたは、フォイ、コンプラーダ。なんでコンプラーダかっていうとですね。コンプラードじゃないのは、エスタホーパ。この服は、これ女性名詞なんですね。だから主語の、あの、性に、 よってここがオンになったりアンになったりするので、ここはフォイ・コンプラーダです、はいで。5番目の日本語の文章はですね、この部屋はまだ掃除されていません。キント。エッチ・アールト、アイダ・ナウエスタ・リンポ。これです。これ、ベルボセール使ってもいいし、エスタール使ってもいいですよ。 エッシュ・ a i n ト・アインダ・ナウエ・リンポでもいいですけど、この場合、エスタ・リンポ使ってます。両方形です。セスト。であの、この場合はですね、エスター使ってもいいけれども、大抵の場合、ベルボ・セール使ってくださいね。はい。で、ベルボセあの、6番目はですね、この作品は生徒によって作成された。作品はですね、トラバーリョというね、 名詞を使います。これ、travaillar という、ね、動詞から来てますよね。私は働きますだったら、えを trabal う。あれと同じですよ。これ、作品という意味。よく画家のですね、作品だったりとか、あのまあ、芸術家の、えーまあ、例えば作曲家の作品っていう時もトラというときも、t r a v a l l o というふうに言います。Este trabalho foi feito pelo aluno。 ポル、マイス、オ、がペロになります。縮号形ね。あるの、男の生徒。ということで、フォイ、フェイト。ファゼルという動詞の過去分詞。プラス、フォイ、えー、ヴェルボセールの過去形。フォイ、フェイトペロの。この作品は生徒によって作られました。作成されました。セッチモ お seu carro já foi vendido。ですか、えー、この、あなたの車はもう売られましたという意味ですよ。foi vendido。vender という動詞、売る。それの過去文字、Vendido。で、これ、Verbo ser の過去形。foi vendido。いいですかで、おいたあふ。このかはもう勉強されました。 Esta lição já foi estudada. Ora, estudado estudada estudada ni natteru esta lição konoka to o que eu kedo mo josei meishi desu. Kono ka No Esta revista é encontrada em qualquer lugar. この雑誌はどこでも手に入ります。c u a q u e r u g a r どこでも。えどこに出てもという意味です。にの意味ですね。え、encontrada。Verbo の現在形と、encontrar という動詞のえ過去分詞。encontrado、encontrada。ここは、エスタヘビスタなのでえ、女性名詞。この雑誌は、 どこにでも見つけることができます。どこに行ってもあります。手に入ります。で、最後の10番です。この通りは去年から禁煙です。Nesta avenida é prohibido fumar、え、desde、ー、a o pasado。はい。エ、え、prohibido、ー。出ましたね。ここと一緒ですね。Verbo セールの現在形と プロイビールという動詞の過去分字。禁止です。禁止されています。この大通りでは、禁煙となっております。去年から。ですちあのパサード。いいですね。以上です。皆さん、今日の勉強はちょっと長かったですね。えー、頭疲れちゃいましたかでも、まあ、こんな感じでですね。 途中できるわけないですからね、これ。まとめなので。まとまりなので。Então, gente、por hoje é só. Vamos terminar por aqui. Um bom fim de semana para vocês. Estudem bastante. Recapitulem bem. よく復習してください。Então, boa sorte e cuidado com o coronavírus. Corona に気をつけて。お少しください。